さあ、開始ですよ。皆さん、こんばんは。今日は3月の7日木曜日、今週もやってまいりましたワンヌプミの時間です。この番組は全ての子どもたちに笑顔を届けたい、子どもに笑顔を送る会、ありがとう、プラス渋スクマ通りにあります特定非営利活動法人テダコ、そしてお菓子の部門クッキングテダコ、共に日本の未来を創造する SNS フリージャパン、報道されない真実がここにある、ローマ人日記、沖縄から真実を全世界へ発信するチャンネルさくら沖縄支局、そしてタクシーのパースとデジタル無線機のことならすべてお任せの沖縄タクシーマート、以上各社を応援いたしております。今夜のメインパーソナリティは私ボッキーテドコンと、こんばんは、却下工作隊隊長です。続きまして、はい、こんばんは、開幕投手最右翼ってどういう右翼だです。はい、ということでちょっとなんかね、今アシスタントのマイクの調整がちょっとできてないようなので、今、はい、生放送で調整してますけど、今もう一度 HK さんご挨拶お願いします。却下工作隊隊長ですはい、高さん、あ、こんばんは、今年は白崎選手に頑張ってほしいです。はい、ということでございまして、今日も意味不明なニックネームになっておりますさて、はい、また50分生放送でお送りいたします。どうぞ皆さん最後までよろしくお願い申し上げます。お願いします。はい、皆様改めましてこんばんは。当番組メインパーソナリティの私ボギーテドコンでございます。まあ、今日の昼間、まあ、長袖のシャツ1枚で、出歩いておりましたら、結構北風が冷たくてですね、夕方になりますとガクガクブルブル震えておりました。あまりにも寒いということで、革ジャンパーを今度つけると暑いということでございまして、まあなかなかうまくいかないものでございます。まあ、特に私のように表面積が大きいと、まあ、大きなラジエーターがよく冷えるのと一緒でですね、思いっきり風を、ね、当たってしまいまして、普通の方より体温下がるんじゃないかと思っているんですが、まあ、そんな時にはもうね、至るところでくるくる回って、まあ、体を動かすようにしております。さて、今日も心寂しき HK 仮面ずっとスマホいじっているんですよ。君のハートはマリンブルーではなくてスマホですか。いやいやいや君はもう昔はよくね、バブルの国24時間戦えますかという、君は24時間スマホですかといやだって、タカさん、さっきにスタート前からずっと触ってました。ずっと触ってますよね。今、僕らに言われて、仕方なく手放してます。もう、ツイキャスのコメントでも、またスマホいじってるっていうコメント、もう何件も来てますけ
はい、ということで、早速、ラジオ、ネットアシスタントのラジオネーム太田さんからメッセージ。スマホ依存そうです。依存症です、ね。依存ってなんか、どっかの反抗の依存症です。依存症ですね。それから、ラジオネーム、カルガモさんからは、順調に指を滑らすと言います、ね。手じゃなくて指ですからね。指なんですよ。手を滑らす。君は前に手が滑ったとか言ってました、ね。しかも今年最初の放送で。ギャグが滑っても。はい、そしてラジオネーム、玉猫さんから厳しいご意見が届いております。放送中、スマホ禁止でよ、と。そう言ってるそばからずっと触ってる HK さん、なかなか、これはもうやめられないですよね。これコメントとか見てますか？実は、別なサイトのコメント見てるんじゃないですか。ツイキャスのコメントです。闇掲示板とか。いやいやいや。いやー、でも本当にね、何を考えてもわかんないんですけど、はい、ドローン Z ズケちゃんからは、いい滑りですね。いや、やっぱり、ね、タカさん、彼がいるといない、全然違います。違いますね。なんでしょっぱらがこんな楽しくやってるんかなと思うんですけど。もう、お決まりの行動が笑えちゃいますよね。でも、どうですか、タカさん、ずっとスマホって、触ってられます？いやー、ずっとそんなスマホを何時間も使ったら、目が疲れるでしょ、そもそも。HK さん、大丈夫なんですか？うん、大丈夫です。まあ、そんなに、まあでも結構触ってる方ですけれどね、この場合。はい。君、もしかしてスマホと結婚するつもりじゃないんですか？ね。いやいやいや。スマホばっかり触ってたら、君大変なことになっちゃいますよ。ってなるんですよ。はい。はい。もう浮ついた話もそろそろ出てこないといけないと思うんですけどね。そういえば、もうちょいでまたホワイトデーですよ、チケイさん。もう来週、ちょうど来週ですよ。来週ですけども。悩みます？え？悩んでない？何を悩むと。もう、タカさん完全に忘れてるよ、ね。忘れてません、ね。ちゃんと考えてます。いやー、本当に。それからね、今、ラジオネームカータンさんからメッセージが届きました。比嘉工作さんのスマホを没収してください。コメント欄、ほとんど見ていないと思いますと。いや、見てます、見てます、見てます。はい、そして、これも非常に、鋭いご指摘でございます。玉猫さんから、女性ゲストの時にはこんなにスマホを触ってなかったですよね、と。いやいやいや。意外とみんな見てるんですよ。見てますね。まあ、特にこのね、番組、ラジオだけじゃなくて、動画で配信してますからね。動画でご覧になりたい方々は、まずスマホでですね、サファリとか、あと Google の方に飛びまして、ツイキャスというサイトをまず、アクセスしてください。で、ツイキャスの検索ウィンドウから、ボギーチャンネルと探すと、今、HK 仮面さんがね、スマホ一生懸命いじった姿が生で見れるということでございまして、もう君、本当に、家のね、真っ暗の部屋のモニターだけじゃなくて、やっぱりスマホを触ってないと落ち着かない。いやいやいや、はい、いやー、しかすごいですね。なんかスマホを触ってない時間が3分もたないっていうウルトラマン状態になってるか。はい、ラジオネームラフテンさん、次々コメント来ますよ、今日。スマホをいじるときには周りにも注意しましょう。変な人がモノレールの中で覗いてるかもしれません。ああ、そうですね。そうやって変な人が。そうですね。児童とかね。いろんな人がいますからね。でもこのね、スマホっていうと、やっぱ隣の人のスマホをね、盗み見するっていうのは、これ、HK カメラさん、やっぱり、マナー違反ですよね。いやー、ちょっと、よろしくない趣味ですね。趣味なんですかね。以前、なんかモノレールの中で、スマホを覗き見してる男がですよ。その覗き見をしたら、なんと、そのスマホをね、開いてる方が、なんと私、ボギーってとこの Facebook ページを見てたっていうことで、大発表したっていうことがありますからね。
私のフェイスブックページを見るとなんで怒るんですかね。いやー、そうやってやってる人がいるって、なんかある意味でペロポンさんの広告みたいな感じになっちゃってないかなと思うんですけど。いやー、すごいですよね。で、いつの間にかつブロックされてるんですけどね。あらら。はい。まあでも、タカさん、こうして人のやっぱり携帯電話とかスマホを覗き見はちょっとね。ああ、場合によっては犯罪になりますね、これ。そうですよね。ええ。まあ、スマホだといいんですけど、HK さんなんか、もしかするとエスカレーターでややこしいことしないかなって。心配ややこしいことって何ですか。ややこしいことって、ピッピキピーなことに決まってるじゃないですか、ね。いやいやいや。一歩間違うとね、おまわりさんって呼ばれるんじゃないかと思うんですけど。いやー、でも本当にそういうふうにね、マナーをちょっと守らない人たちっていうの結構増えてきましたからね。はい。なんかでも怖いですね、スマホで、なんかそのソフトで、ソフトのね、種類に乗ると、全然知らない人の画面に写真載っけたりとかするのができるっていう話もありましたしね。で、あと私はある、メッセンジャーは使ってないんですよ。L がつくやつね。最初に L がついて、最後に M がつく、アプリがあるんですけど。いいですね。はい。L から始まって E で終わるやつですね。あれ私全く触ってないんですよ。なぜかというと、まず作った国が国ですし、はい。なんか向こうのね、国に、アドレス帳とかいろいろ抜かれてるっていう、そういう怪しげなお話もありますしね。便利になる反面、やっぱりこういった便利なものには危険性もやっぱり付きまとうということで。特にネット初心者の方々なんかは初めてこのインターネットをやると、変なサイトをついつい見てしまって、ポップアップが出てきたら、あ、これは押さないとダメなんじゃないかなって押しちゃったりとかね。まあ、HK さんも経験があると思いますけど、いわゆる、はい。怪しげな無修正とか書いてるような無修正、はい、あなたの IP アドレスは何々ですと、1分以内に下の方にアクセスしないと裁判に訴えますとか書かれて慌てて押した経験ないですか。ないですね。そうやって表示されるプログラムとかあるんだっていうのを知ってみると、あ、こんなしょぼいことやって人騙そうとしてるんだって見えて逆に笑っちゃいますね。そういう人がね、街中のフラガリにあるエッチーな本の販売機のボタンを押してるんだからちょっと言ってることとやってることが違うことなんですけどね。いやー、しかし本当にああいうのがあるんで、特にもうこういったスマホ初心者の方はもう、ね、分からないからって恥ずかしがらないんで、やっぱりわかる人に聞いた方がいいですよね、タカさんね。もうそうですね。何かわからないことがあったら、もうすぐその道に詳しい人に聞く。これが一番ですよね。そうなんですね。もうこれが自分の身を守る上で一番大切なことです、ね。HK さん、こういうの結構うまいんですよね。こう、ネット。ネットとか、ね、スマホとか、コンピューターの件結構気に詳しいよね。そう。はい。ありがとうございます。やっぱり、真っ暗の部屋で仕事があるかなと思うんですけど、最近はどういうサイトに行ってます？最近は普通にニュース見たりとか、まあ、情報収集のために、まあ、あまりちょっと言うのもどうかなっていうところとか。ああ、そうですね。はい。玉猫さんから HK 仮面さんにメッセージですね。昼間は銀色ですけど、夜になると、どんな本が売ってるかわかる自動販売機のことですね。何ですか？わかんないです。まあ、本当に。もう、すごいですね。君のことにあって。というか、そういう自動販売機、ちょっと、あるっていうのは聞いたことあるんですけど、実物ちょっと見たことがないんですよ。そうですか？中身は持ってますよね。いやいやいや、その話題は一瞬鼻が膨らんでましたよ。はい。そしてはい、カータンさんから、この番組は県勢育成に努めております、はい、ピッピキピーはやめてくださいということでございまして、そうですね、はい、まあ誰でも一度通る道なんですけど、ただ
このようにね、スマホ、特に最近スマホが普及してるんですけど、変なメッセージが出たり、ここにね、アクセスしないとダメだとか、あとメールで、あなたは何々のね、サイトの利用料が未払いですと、何々債権回収委員会とかで名前来たりしますけどね。ああ、はい、そういった手のメールって添付ファイルがついてることがあるんですけども、はい、その添付ファイルはもう絶対開かないでくださいね。添付ファイル開いた途端にウイルスに感染するっていう手口で、送ってきておりますので、もう添付ファイルは絶対に開かないようにすべきです。はい。はい、まあ、この添付ファイルってメールにくっついてくる玉手箱みたいなものでね、これがなんか、エクセルファイルだったりとか、あと、ZIP だったりいろいろあるんですけど、何かこのクリップマークがついているのがくっついてたら、まず開けちゃダメっていう。もう本当に知ってる相手でなければ絶対開けないという。実はもう15年ぐらい前の話なんですけども、まあ自分が当時勤めていた会社に入社する1ヶ月ぐらい前だったんですけども、もうその後に僕の上司になる方がそういった添付ファイルを開いてしまって、まあ、会社のシステムも全ウイルスに感染してしまって、会社のシステム全部止めてしまって、結局復旧に4時間ぐらいかかったんですけども、それまでの4時間の間、まあ、会社のサービスを受けられなくてクレームが殺到したっていうこともありますので、もう絶対に気をつけてください。はい。あとね、特にパソコンやってる方は、必ずこの、いわゆるアンチウイルスソフトは入れた方がいいですよね。はい。まあ昔は結構アンチウイルスソフトを入れることによって動作が重くなったりするっていうこともありましたけども、今はもうそういったケースだいぶ減ってるようですので。で前はね、すごいウイルスバスターとか入れるとすごい重くなっちゃってね。そうですよね。なんですけど、最近パソコンの能力がすごい良くなってるんで、アンチウイルスソフト入れただけでは重くなるっていうのはまずないですからね。そうですね。だパソコンのね、初心者、まあ特にスマホもなんですけど、初心者であればあるほど、やっぱりこういったアンチウイルスソフトっていうのは入れた方がいいと、いうことですよね。まあ、君みたいにプロフェッショナルになると、もうあなた自身がウイルスみたいなものになる。君に触れると、変態さんの道真っ白だ。いやだから本当に、これ笑い事じゃないですよね。こういったので、やっぱり毎年、多くの人たちが、インターネットの詐欺に引っかかってますからね。注文した覚えがないのに、買ったって言われて払わないと訴えるとか言われたりね。オラオラとかね。ありますからね。もうオレオレ詐欺ならずオラオラ詐欺ですね。オラオラ詐欺もあります。あと面白いことは、前、自分の自宅にですね、羽毛布団が送られてきたんですよ。羽毛布団。で、これの値段が確か20万ぐらいだったんですけど、まあ、留守番してた方が受け取ってですね、開いちゃったんですよ。この包みをね、私の名前で来たもんですから。すると中から請求書が出てきて、これはお金を早く振り込んでくださいと。で、私これを見たら注文した覚えないんですよ。で、本当に払わんでよかったなと思って、すぐその会社に電話をしたら、こんなの注文してませんよって言ったら、いえ、注文しておりますと。注文してるんだったら注文書見せてくださいって言ったら、突然オタオタしてですね、注文した覚えがないんだったら、返品お受けしますんで、送り返してもらえますかと、来たんです。スタジオも怒ってるから、送り返す、そんなことするか、お前ら取りに来いと。うん。送り返すのはこっち手間も暇もねえんだぞと、お前たち取りに来いって言ったら、どうにかもう送り返してください、お願いしますと。いや、そんな手間はかけられないと、こっちも忙しいんだと。君たちが沖縄に来てこれ引き取れと。玄関置いとくか持ってってくれって言ったんですよ。はい。そしたら最後は、わかりました。もう、その商品はそちらで好きに処分して構いませんので、申し訳ございませんでしたね。そのまんま、もらっちゃったと。もらっちゃった。もらっちゃったんですよ。はい。すごい、いいのでしたけど、はい。まあ、いわゆる送りつけ詐欺ですね。はい、送りつけ詐欺もありますし、何や、ね、とんでもない詐欺も他に HK さんあるみたいですよね。ああ、ありますね。
本当レア物詐欺とかね。あるんじゃないですか。なんか、これがレアだから、わしから買えや、みたいな。なんか全く価値のないものを何十万で売りつけたりとか。そうですね。ありますよね。そういうのがやっぱありますからね。やっぱ高いお金を出して買うんであれば、それが本物かどうか、使用に耐えるものかどうかって、やっぱりきちんと目利きしないとね。はい。勘から三振、2000円で買うわけじゃないわけですからね。うん。はい。特にもう三振っていうのは、本当にね、外見だけの偽物から、やっぱり三振のね、名工が作る本物まで、たくさんありますけど、素人が見るとあんまりわかんないんですよね。ですね。はい。HKさんどうですか、三振の方は。いや、昔、カンカラ三振がうちにあったなって感じ。ちょっと火触ったけど、よくわかりに、難しかったなって思って。おお。あまり触ってない。タカさんは結構弾けますよ、ね。ああ、もう自分、最近あまりっていうか、もう全然三振触ってないので、もう今はどうかなっていう感じはするんですけどね。まあ、タカさんまたね、こっちでコンサートさせないといけないんですよね。ああ。HKさんは坊主の格好して太鼓叩いたらいいですよ。辺野古にいるじゃないですか。ゲサつけて太鼓叩いてるんだ。はい。そういうのもいいかなと思うんですけど。本当にね、この、送りつけ詐欺にしろ、あと、インターネットの中でね、いわゆるメールに、添付した、まあ、ファイルを開いて、このパスワードとかね、銀行口座盗む詐欺もありますし、本当にもう世の中、生き馬の目を抜くようなことが、まかり通ってますんで、これ、本当に心配な方は、わかる人、やっぱり、こういったのが詳しい人に聞いて、対策をね、取るか、もし変な請求、これ架空請求って言うんですけど、架空請求のメールが来て、こんなのが来てるんだけどどうしたらいいっていうのが、ね、あったら、もう本当にこれ相談した方がいいですね。ですよね。あと、県警の方にサイバー、ネット犯罪の部署がありますからね、そこにこういった情報をまた転送するっていうのも大事かもしれないですよね。はい、警察の方もこういったものを非常に今一生懸命取り締まりやってますんで、うん、まあ、こういった部分についてはもう警察の方に相談するっていうのも一つの手かもしれないですね。ですね。はい。君はでも500回になってない？いや。夜の街で4とかやってないですね。はい。さて、大田さんから、サイバー分野はまだまだ世界基準だとレベルが低いと。それから、私たちにいろいろ教えていただいてます、ネットアシスタントの榎本さんからは、国民生活センターというところにも連絡したらいいですよ、ということでね。はい、そういうのが来ております。いや、しかし本当に、これ、一人で考え込むと、これ、タカさん、下手したら何十万って損してる人いるかもしれないですよね。そうですね。もう一人で考え込むと、相談すれば分かることも分からなくなってしまって、要はまあ、目隠しされた状態になってしまっていて、まあ、それで詐欺に引っかかってしまって、気づいた時には、まあ、詐欺に引っかかっていたっていう、そういった悲惨なケースもありますからね。はい、ということで、はい、詐欺に引っかからないようにですね、この曲で、魔除けをしたいと思います。懐かしい曲でございますよ。HKさん、知ってるかな？いやー、この頃の漫才良かったですよね。すごい質が高い。もう何も考えないで笑ってたけど、最近の漫才っていうか、政治のネタ出してやろうともいますからね。政治のネタダメでしょ、ね、なんか政治のネタとかって出すと、なんか、その政治的主張する方向に行っちゃうのかなとか。そう。特にね、基地反対とか平和っていうのに加担するような芸すると、すごい取り上げられますからね。パチパチと。うん、逆だと、干されるんでしょうね。でしょうね。ね、玄ちゃんみたいにね。なんか、まあ、ラプテンさんから、自由党から出るという噂のあの人ですかと。なんか、後輩の
上着を盗んでから、その後輩から番組に出されて、ボコボコに批判されてるあの人。その人の名前、泥棒って、YouTube で検索かけたら、その人が後輩にめたくそ言われてる動画が出てきますね。おお。あと沖縄にもいっぱいいますよね、そういうのがね。まあ。なんか、関西から来て、海のそばで大声出してやってる、なんだったんですか？変なの言ったじゃないですか。裸で、ギャーギャー騒いで。なんとか、ひょっこり犯人みたいなやつで。せやろなんとかおじさん。せやろおじさんかなんかあんなのだったんですね。はい、はい。はい。これは、後で読んでみよう。タカさんは、レイゾンが来たら、マシです。せやろおじさんでした？せやろがいおじさん。せやろが。あれも、あっち系よね。ですね。あっち。なんか、なんであっち系ばっかりかね。なんか、沖縄の県民投票が、なんちゃらかんちゃらとか言ってたけれども、なんで、この人、もともとから沖縄にいたわけでもない、移ってきた人なのに、そう。なんで移ってきた人に、そこまで、せかされんといけないんだろうってのが、結構鋭いんですよね。ネタとか言って、ただ政治的なことを主張するだけだからね。ひねりもギャグもないと。全くね、お笑いなんとか基地と一緒ですよね。いやー、しかしすごいな。ね、ネットの一部では子供部屋おじさんというパワーワードが。なんですか、もう子供部屋おじさん。いつかは HK 仮面も HK おじさんになるんですから、ね。いやー、本当に。どうもありがとうございます。ニラチャが届きました。はい。この曲いいな。この頃の漫才は最高でしたね。ザ・漫才。覚えてるか？そう、なんか昔のお笑いとか、はい。見てました。そうそうそう。あ、カズさんが、HK さん、HK さんが全裸で対抗しよう。それはちょっと却下です。いやー、タカさん、こういう BGM が流れると、早く夏来ないかな、なんて。夏ですか、この曲。やっぱり私の頭の中は夏しかないんで、夏とね、クリスマスが交互に来ることしかなんか頭の中にないんですよ。ね。HK さんは何があるんですか？やっぱり最近ではバレンタインデーですか？自分の誕生日とバレンタインデー。この二つ大好きですよね。他には、なんだろう。まあ、冬の時期がいいですかね。冬。厚着の女性が好きなんですか、君は。いやいや、寒いのが。寒いのが好き。寒い時に、じゃあ、フーターズに行くわけです、ね。フーターズ。暖房を引いたフーターズ。その温度のギャップにもだえるわけですね。はい。昨日は行ってみたいですけどね。行ってみたい。まあでも沖縄にないですからね。いや、なんか福岡とかにあるらしいですよ。儲かってちょっと貯金してから福岡に飛んで、中佐に案内してもらったらいいんじゃないですか。ああ、ね、でも高さん、HK さんのその時の写真があるんですけど、幸せそうな顔してるんですよね。これは本当に目線入れてがツイッターに公開しようかなと思ったんですけど、さすがに本人かわいそうかな。それはちょっとさすがにやりすぎだような。目線だけじゃダメですよね、HK さんね。いやもう、
その載せるってこと自体、ちょっとなしで。でもその写真見たことある人は、ある意味服男、服女ですね。そうですよね。まあ今の話、わざとやったんですけど、これ実は、放流と言います。ネットの用語で、放流。つまり一度ネットにですね、動画とか、あと写真を流してしまうと、もう回収が効かないっていうことなんですよああ、ね。ですで、ね。最近特に増えてきたバカッターですね。ツイッターの中で、本当にもうね、バカバカしいことを、本当に迷惑になるようなことを載せて、まあ、関心を買おうとするような人たちのことをそういうふうに、まあ、バカッターと呼ばれたりしているんですけど、最近こういった飲食店なんかでね、いろんな、まあ、ハレンチなことをして、まあ、その飲食店をクビになったり、そのお店に迷惑をかけたりとかしてるんですけど、こういったのもね、気軽に撮って、まあ、友達に見せようっていうことで、パッと乗っけてしまうと、これがもう、ぶわーっと広がっちゃうんですよね。最近ではそれ、バイトテロとか言われたり、バイトテロ。してますね。これって高さん、飲食店とかそういったサービス業にとってはもう致命的ですよね。もうそうですね。そういった事件があると、飲食店の売り上げっていうのも下がってしまいますし、まあ中にはこの、不適切投稿に対して、損害賠償を請求したっていう飲食店もあるんですけども、まあ私はこれは、非常に、適切な措置だなっていうふうに思います。やはり、そういった、非常識なこと、常識をわきまえないことをする人間に対しては、もう成敗しないといけないと思いますはね。成敗ですよ。これ、まあ、やった人が、やらかした人ってのが、まあ、若い人たちです、じゃないですか。まあ、高校生とかもいるわけですけれども、まあ、数年前にも、ちょっと似たようなことがありましたよね。何かしたの、君。いや、ある学校の先生が、バカったらやっちゃダメでしょうって。なんかありましたね。はい。学校の先生もやっぱり人間ですから、時には間違いも起こしますよ。まあ。でも、人を誹謗中傷するのはダメですよね。さて、メッセージが入っております。福岡県よりこんばんはということで、最近あなたが入隊する戦隊ヒーローはという占いで、バトルフィーバージェイにこのほどなぜか入隊することになった中佐です。バトルフィーバー、何ですか、HK さんこれ。すいません、ちょっと最近の戦隊もわかんないです。君、ガルパンしか知らないですけど、ガルパンのことはネジ1本まで知っとんのよ、わ君かんは。ない。本当に。タカさん、タイオキパヨ、汎用人型決戦兵器の伊賀コウスケさん、こんばんはと。ほら、中3までなんかおかしくなってきた。福岡また暖かくなってきたのかな。最近、比嘉工作さんのコスチュームがマンネリ化してつまらないとの苦情のお手紙が、FM 沖縄に届いてるそうですね、と。そうですね。最近、毎回同じ格好で、ね、タコさん、たまにはキューティーハニーも見たいですよ。なんか、コスチュームってさ、なんか、昨日、保釈されたカルロス・ゴーン社長みたいな、そんな風にも見えるんだけどさ、さっき、何分間前ぐらいに、ツイキャスでコメントあったんですけども、それ見て本当にそうだなと思ったんです。これなんかライブ入ってたのね、キューティーハニーってのは。そのままじゃないですか。君やっぱりそういう時事ネタに合わせたコスチュームしないといけませんので。さて、そこでまたコスチュームを検討いたしますということで。ほら、また変なこと考えてるよ、また。それはそうと、比嘉工作さんは先日お渡しした萌え酒飲みましたか？気になってるようですね、それ。まさか、ラベルの二次元の女の子に、ハーハーしていますいや。ね。スマホに手を滑らせるより、三次元の女の子に手を滑らせてみてください。さてさて、最近はジュゴンがいないと騒いでいるようなのですが、そもそも辺野古の地元の漁師さんさえ見たことがないと言ってる時期に、まあ、沖縄の反社会的勢力の皆さんが60頭いる、70頭いると主張してた話はどうなったんでしょうか。沖縄の皆さん、騙されないでくださいね。沖縄本島近海に生息しているジュゴンは、
学術的に3頭しか確認されておりません。しかも親子ですから、残念ながらこのままでは、辺野古の埋め立てがあろうがなかろうが、絶滅は必至です。本来3頭しかいないジュゴンをいかに保護するかを考えなければならないのに、沖縄の反社会的勢力、反基地派の皆さんは、辺野古の工事のせいだと問題をすり替えております。沖縄の皆さん、事実に目覚めてください。お願いいたします。それでは、5月にお会いできる日まで、さよなら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 、ということで、はい。対オキパヨ汎用人型決戦兵器の日が、工作さん、いかがでございましょうか。いや、もう、3頭しかいないんだったら、本当に、ちゃんと、保護する施設なり、なんなり、まあ、なんとかすべきなんですけれども、それをやらないで、なんか、自然守れとか、なんか、ジュゴン守れって、ただ、口先でだけで、中身、実際のやることが伴ってないってのはどうかなと思いますね。そういうのに騙されやすいってのも、どうなのかなと思います。はい、ありがとうございます。さすがでも、HKさん。こういう真面目な話になるとね、舌がすごい饒舌になりますね。でも相変わらずちょっと話長いような。まあでも、あっち系の話になったら熱心ですからね。ねこれからも期待したいと思います。さあ、そう。皆さん来ましたよ。来ましたよ。今日何も考えてないらしいですからね。いやもうなんかネットの話からこういう話、まあジュゴンの話とか、なんていうんですかね、まあ、いいことを、本当にいいことには裏があるっていうか、中身があるのとか、いいことの裏には何があるんだろうとか、そういうような考えとかってのも、ちゃんと、多くの方々が、そういう、冷静な目を持つってのが大事なのかなと思いますね。単に、基地なくせって言っても、なくした後どうするのとか、なくした後本当に、安全、平和守れるの、なくしたら狙われないのって、本当に考えるべきだと思いますし、まあそういうレベルの話から、まあ、本当にその三味線は何十万の価値があるのとか、その辺に落ちてる木の実って本当に1000円、2000円払って買う価値あるの？そんな値段出してヤフオクで買う価値あるの？とか、まあ、言い出したら、まあ、いろいろあると思うんですけれども、本当に自分が何かするんだったらそれに見合う価値あるのか、まあ選挙でも買い物でも自分がそれだけのやる価値あるのか、コストかける価値あるのか考えることが必要なんじゃないかなと思います。まだ時間あるって。いやもうなるよ。だからね、県民投票もコストがあったのかなってのは本当に非常に疑問です。てか途中で切ってないですか。なんで長いもん。長いもん。話長いし、沈黙の時間も長いんですけど。はい。早速、ネットアシスタントのラジオネーム太田さんが、何を言いたいのかよくわかりません。ということで、いや、ラジオネームドラム缶さんからは放送事故決定ということでございまして、玉猫さんからも、何か話があっちこっちにということで、最初ジュゴンの話してたのが
今。なんか。反基地運動の話になって。反基地運動って。あと、買い物の話になって。ね、え、あと、三味線の話になってなくて。そうですね。あと、君さん、放送前に今日はネタありませんって宣言したからこうなったんだよ。いや、しかし、よく即興でここまで話できるね。君すごいよ。今日、俺が真央さんと思ったでしょ、多分。多分、狙ってくるかも。狙ってくるって。狙ってるかもしれんな。いや、当然狙ってるよ、やっぱり。ね、狙っててね、タカさん、途中で切るっていうのが。途中でね。だから君やっぱ与えられた時間あるんですか、それ目いっぱい使ってビシッと決めないといけないんです。早すぎてもダメ、遅すぎてもダメっていうことで。これも高さん修行ですよね。そうですね。そう、修行なんですよ。壇上に登って君後々やっぱりね、演説する世界に入るんですから、君は。ね。そうです。私、HK 仮面、HK 仮面に清きご一票で。いやいや。そういうことにならないとも限らないじゃないですか。ね、覆面政治家って言ってたからね、高さん。そうですね。意見が合わなかったら成敗って言ってから突然脱ぎ始めるとかね。あ、今、榎本さんからコメント来たんですけども、青山茂春さんなら天下制になるけど、HK さんは天下別次元になるなって。いや、今日は本当に別次元行ってました。いや今日の面白かったな。なかなか鋭いですよ。あ、でも、ラジオネーム、玉猫さんが、HK さん、度胸があることは認めますということで、すごい褒めていただいておりありがとうございます。ありがとうございます。いやでも、ね、今日も、ナイスな放送事故ですな、と、喜んでいただいているのは、ゆきとさんで、はい、榎本さんにしてみると、もう終わったのかと。終わったんじゃなくて、切られたんですよね。そうです。だって、沈黙の時間長ければちゃんと収まったんじゃないの？そうなんですよ。うまーくやっぱ着陸させないときに、はい、滑走路手前でエンジン止めちゃダメですよ。ね、それと逆に、もう滑走路の上に来てるのに着陸しないでエンジン吹かすとかね。君はどこに行くんだいということになっちゃうんですけど、こういったのもやっぱり一つ一つ修行ですよ。将来外戦車の上に乗って、いつスピーチするか分からないですからね。はい。オラオラは絶対に僕は私は許しませんって言ってから。ね。そういう演説するかもしれないじゃないですか、君は。まあ、これもね、番組を通じての一つの私は教育だと思って、厳しく言ってますけどね。でも、だいぶ成長しましたよね。ああ、ありがとうございます。昔はすごい恥ずかしがり屋で、政治の話しかしなかったのに。ちょっとふざけた話ですよね。なりましたしね。あと足りないのは三次元の女の子ですね。三次元で。できればちょっとだいぶ変わってくるかなと思うんですけど、今はもう燃え酒の瓶のね、ラベルに恋してるようじゃん。まだまだかな。いやでも今日は本当に真面目にインターネットの話メインでやってますけど、本当にわからないこととか心配になったことっていうのはやっぱり周囲のね、ちょっとネット詳しい人に相談するのが一番ですよ。利用したこともないようなアダルトサイトから請求来てるんですけどと、本当心当たりがあったとしても、やっぱりきちんと相談するということですよね。そうですね。一人でこれバレたらまずいからと思ってお金を払ってしまうと、それこそ思うつもということになりますからね。はい。送りつけられたものをお前取りに来いって言ってから、せしめるぐらいのしたたかさをやっぱり持ってないと、これから世の中は生きていけないかもしれない。もう最近小学生からね、もう本当に幼稚園児からスマホの画面触って操作できる子いますからね。ですね。これが中2になるとなんか、署名集めまでするらしいですからね。そうですよね。最近の子供たちの成長なんかすごいですよ。中学2年生が平日の昼間にいろいろツイッターで投稿して。マジですか？で、何々新聞の何々さんっていう女性記者を救えとか、
そういうキャンペーンまで展開してるそうですからね。あで、署名サイトって見てみたら、まあ、16歳以下は使ってはいけないとか、なんかそういう規約があったそうなんですけど。中2ってのは14歳ですよね。ですよね。うん。まあ、署名集めしてると。で、そのツイッターの使ってる画像が、なんか別のサイトに載ってる犬の画像と全く一緒だったりとか、そういうのもいろいろ話題になってる。まあね、わからないんですよね。はい。今日のツイキャス一部は、なんと、美咲ちゃんが遊びに来てましたよ。見ました ?HK さん。ああ、いや、ちょっと見れなかったです。君、やむ時間帯にどこのサイトを歩いてみたいんですか？いつも思うけど、うちのね、ネットアシスタント皆さん、いつ君が出てくるか、もう楽しんで楽しんで、みんな、ね、デブスに行って待っとんのに、出てこないもん、君。ね、トロさん、みんな待ってるんですよね。いつも現れるのは番組開始5分くらい前。はい。さて、まあでもこの本当に、ね、中学生の女の子が署名集めしたっていうことは今ネットの中ですごい話題になってますけど、果たして本当にこの本人がやったのかっていうことを今物議を醸し出しているんですが、まあこれを最初報道した、まあある報道機関が、中学生の女の子をたった一人で署名活動を始めたと報道しちゃったんですけど、これ完全なフェイクだったっていうことですよね。はい、一人じゃなくて、まあ、実在したとしても、保護者の手助けをね、いただきながらやったっていうことで、それを一人の女の子がやったっていうのを報道するのは、ちょっとこれはやり方としてアンフェアだし、それに2000年のね、義務教育の女の子を使ってこういった政治的なアピールさせるっていうのは、タカさん、これはちょっとやりすぎじゃないですか？そうですね。うん、もう、中学生となると、まあ、一部の生徒は別だと思うんですけども、まだまだ政治のことなんてほとんどわからない世代ですよね。まあ、そういった人たちをうまく洗脳して、こういったふうに政治利用するっていうのは、私はどうかなって思います。うん、そういう今、中学生でしょ？それが311のことを知ってたっていうんだから、311。今から8年前。8年前ですね。14歳が。から8を引くと6歳。小学校入る直前。いや、自分6歳の頃の出来事で知ってることと言ったら、もう阪神タイガースが日本一になったことぐらいだけですけど。自分は給食のミルクが美味しかったことぐらいかな。あとパンにジャムつけて美味しかったなっていうのを覚えてますけど。いや、東日本大震災のことを覚えてたっていうのはすごい優秀な方だと思いますよ。そうですね。はい。うちの親父なんかもね、6歳ぐらいっていうとちょうど、学童疎開線に乗って、熊本に向かってる、まあ、年代なんですけど、当時のことあんまり覚えてないですからね。はい。まあでもこのように最近はね、子供たちをこういった政治闘争の場に引っ張り出してきて、子供がやってるんだからね、みんなこれに賛同しろっていうような風潮があるんですけど、それって私はやっぱ違うと思うんですよね。逆にこういった未成年、義務教育課程の子供たちを使って政治的主張するっていうのは、私はこれあってはならないと思うし、これをね、平然とやってる人たちっていうのは、そのほとんどが、いわゆる平和と言ってる人たちだっていうのが、私は本当に残念で、ならないいますね。読谷村の村議会議員に。まあ、いますね。子供よく使ってますよね。だから、ね、ヒトラーもですよ。はい。独裁者っていうのはよく子供使いたがるらしいんですけど、それと同じようなことになっちゃいけないなと思うし、大人であれば、子供とかね、障害者とか、ね、お年寄りを使って、同情を買いながら、自分たちに意見を通そうとするっていうのは、これは恥ずべきことだと。特に言論人がそういうのやっちゃダメですよね。うん、言論にやっぱり言論で対抗すると。それをね、呪文だとか、肉球だとか、ね、障害者集めてどうのこうのだとか、そして子供になんかつぶやかすとか。以前、浦添でも、ね、ある小学校の2年生、小学校2年生が新聞に投稿した。アメリカ軍なんていらない。辺野古は絶対に作らせないと。滑走路は絶対に作らせない。
なんで沖縄の人がこんなに訴えてるのに、政府の人は言うことを聞いてくれないのっていう作文を書いたんですよ。小学校2年生は。これありえます、高さん。いやー、ちょっと考えられないですよ、小学校2年生が。まあ自分、まあ内地出身なんですけども、小学校2年生の時沖縄のことなんて全く知りませんでしたからね。そうなんですよね。だからこういったのやっぱり子供たちに書かすってのは私いかがなもんかと思いますしね。まあこれも学校の先生、私追及したら、もうすでにこれをね、子供が新聞に載っけたその次年度には、定年退職して辞めちゃってたっていうことで、まあそれでも事情聴取をしたら、自然を守りたいが、思いが、守りたい思いが募って、子供たちにそういう指導をしてしまったと。それっておかしくないですか？小学校の先生がですよ、子供たちに、アメリカ軍なんていらないのね。辺野古に滑走路絶対作らしちゃダメよね。と。こんなの教えるんですよ、HKさん。なんか、自然を守りたいっていうのであれば、子供たちに、例えば、ちゃんと、まあ、ゴミを分別してるですとか、あと、まあ、レジ袋とか、あまり使いすぎないようにするとか、まあ、水とかも使いすぎないようにするとか、そういったことを教えるべきだと思うんですけどね。まあ、海を守りたいって言うんだったら、じゃあ、沖縄の歴史っていうのが、歴史見てみて、どれだけ海を埋め立ててきたのかっていうのを、じゃあ、それを分かった上で、じゃあ今後どうした方がいいかとか、そういう考えさせるようなこととかもやるのかなと。だからね、反対反対してる人たちは基地の前で反対しかしませんけど、先週末、このキャンプシュワブの、アメリカのね、若い兵士の方々が、なんと辺野古の海岸線清掃活動をしてるんですよね。大きなゴミ袋もいくつ分、10個ぐらいあったんじゃないですか。あとタイヤとか浮きとか木材とか、そういったね、結構中型トラック1杯分のゴミを集めて、辺野古の海をきれいにしてるんですよ。で辺野古の海をね、守ろう、ジュゴン守ろう、ウミガメ守ろうって言ってる人たちは、地元の人に何て言われてるか。この反対派は、町の中でコーラ1本すら買ってくれない。残していくのはゴミと糞尿だけだと言ってね、この辺野古の有力者の方がすごい簡単にやっぱ怒ってたわけなんですよね。彼らが清掃するっていうのは私聞いたことありますけど、本当に一週間に一回ぐらいレジ袋を持ってですよ。レジ袋を持って、この海岸を、うろちょろして、それに、ゴミを入れて、それで終わりだっていうんですよ。まあ、これでも一応清掃してるっていうんだから、私はありがたいと思うんですけど、反対反対であって、本当に海を守りたいんだったら、やっぱり思想、心情、人種、職種を超えてね、こういった米海兵隊なんかと協力をして、一緒になってこの海の清掃をする。洋テントの中にこもってね、アウアウしてるだけじゃ何にも片付かないんですよね。うん、そういったことにやっぱり気づいてほしいし、そういった人たちにやはり権力を与えてしまってる今の沖縄っていうのは、やっぱり私はもっともっと事実を知るべきじゃないかなーなんてね、思っております。ということで、HKさん。今日は君が主役なんで。毎週君が主役なんですよ。今日もね、沈黙の時間をね、作ってくれてありがとうございます。生放送でね、2秒、3秒ぐらい沈黙してましたね、高さん。あ、もっと長いような、そんな感じしたんですけど。君、なかなか生放送でできないよ、こういうこと。はい、まあ、それはそれで君のやっぱり度胸だと評価しておきたいんですが、まあ、去年をお願いしたいと思います。いやもう、まあ、いい話とか良さそうな言葉とかにも、まあ一見聞くと良さそうだけど、その裏には何があるんだろうか。半吉とかレアものとかには騙されない沖縄を、と常々思います。以上です。意味わかりました。なんか、なんで最後にレアものうんぬって話が出てくるわけ？なんかあるのって言うの？まあ、そういう話を、ね。なんかレアものを捕まされて損したのって言うの？まあ、捕まされてはいないですけど、はい、なんでこんなものがレアものなのっ
って見てて思ったことはあります。ちょっと意味がわかんないです。まあなんか個人的な感情があるようですので。はい、ということで今日もね、たくさんのやっぱりメッセージいただきました。ラジオネーム太田さん、ナプテンさん、キトさんに、それから、はい、セイラさんも、それからボギー、チューサー、はい、玉猫さん、はい、本当ありがとうございます。榎本さんからもいただいてますし、ズケちゃんからもいただいております。今日もね、多くの方々、もうこの忙しい夜の時間帯、コメントいただきまして、ありがとうございます。それと今日、オフィスさんから来なかったですね。オフィスさん来たよ。多分、風邪ひいた。あの、オフィスさんもし聞いてたらお大事にということで、本日の放送、これで終了させていただきます。皆様、最後までありがとうございました。ありがとうございました。はい、あとは君の時間ですよ。はい。はい、HK さんとは任しましたよ。はい、どうぞ。みんなね、お疲れ様でした。まあ、ファクトチェックはね、ファクトチェックするするって言ってる。45で切ります。ファクトチェックをするっていう新聞社がね、ファクトチェックをやるっていう資格があるのかどうかって問いたいんですけどね。はい、ペダッと。よし。はい、どうぞ。いや、もう、はい。ガソリンスタンドなら、泊りおむすサービスステーション。何気に沈黙してるんですか。まあ、ファクトチェックって、よく新聞社がファクトチェックを我々がやるみたいなことを言ってるんですけど、その新聞社にそうやる資格があるのかっていうのもありますね。お前、左翼みたいに怒るなよ。あのね、創刊100何年とか言ってる新聞社って、社歴調べてみたら、うん、怒ってますね。本当に100何年なのかなって、はい、まあ思いますし。よくそんな。これが、ちょうどね。iPhone、iPad に対応して。おい、何お前カンペ見てるんだよ、TK さん。カンペだとカンペ、これカンペは。カンペじゃないです。FM21 のホームページ、右上にある公式アプリ、公式から、今日はね、詳しくは、FM21 のホームページ。最近なんか、暑かったり、暑いような、寒いような、そんな感じだから、なんか、調子が出てないのかな、どうなのかな。自分のせいにするって。まあ、よく、まあ、よくわからない、気候なんですけれども、まあ、それもそれでいいのかな、みたいな、そんな感じなんですね、沖縄は。雨が降ると、テドコンさん、また車洗っちゃったのかな、って、最近はもう、いつも、思っちゃうようになってますが。まあ、幸い今日は降ってなかったです。あのさ、さっきから思うんだけど、カメラこっちだからね。はい。君。私のとこ向かなくていいから。カメラ向いて、視聴者の皆さん向いて喋らんとダメよ。はい。はい。頑張れーって。やはりあのサイトから目が離せないようですね。あのサイトって、いや、あのサイトっていうか、皆さんのコメント普通に。俺全然読んでないじゃねえか、お前。見ながらやってます。はい。こんな感じで。あ、今通った。ああ、さっきのとっつからりは、天候のせいだったんですね、田中さん。いやいや。すごいですね、天候のせいする。天候のせいではなくて、なんか手が滑ったとか、今度は天候のせい。天のせい。すごい。はい。HK さん、フーターズみたいな店と。フーターズみたいな店。はビニール系と布系、どっちが興奮しますかと。ビニール系と布系。やっぱりビニール系でしょうね。はい、新潟 G とか書いてるビニールを羽織って感じで。何ですか。新潟 G。新潟 G って辺野古にいっぱいあったじゃん。ああ、なんか、あの辺、
新潟とか長野とか埼玉とかなんかいろいろいっぱいありますね。はい。あの辺野古のフェンスって。オフィサイワンマンアーミーすごいな。かっこいいなもん。まあ、辺野古。ゴスロでロリータ仮面よりいいんですかね。辺野古は今どうなってるんでしょうかね。またどうなってるかってちょっと様子見てみたいなってのも思ってますね。最近行ってないでしょ、でも。ああ、ちょっとなかなか行けてないですね。どんな感じなんですかね、今。ここ最近。だからこっち向かなくていいから、あっち向かなくていい。ここ最近は どんな感じ。どうですか、辺野古行った人いますかね、最近。私、そっち行ってますけど。